と皆さんこんにちは。本日ですね、7月22日、北海道帯広でですね、荒木先生ですね、特定失踪者問題調査会の代表であります荒木勝弘さんと、そしてですね、この帯広を、中心ですが、この北海道から、拉致された、非常に濃厚であるということで、今からですね、7年前ですかね、当時の高橋治美前知事と、私はスクール会の代表、北海道の代表をやっております私川田とですね、当時の古谷大臣に、一番都道府県別で特定失踪者の数が多いということで、この渡辺裕子さんまたはですね、奥さん方でのですね、この特定失踪を含めた形で解決してくださいということで、陳情もしたこともあるんですけども、それで今日はその妹さんでございます、鳥見恵子さんにもご参加いただいてですね、帯広市内で署名活動を行いまして、その後ということでですね、皆様方にまた詳細な概要をですね、していただきたいと思いまして、この場を設けたところでございます。まずですね、荒木先生の方からですね、この事件の概要についてお話しいただきたいと思います。今川田さんの方からお話ありましたように、今回帯広で、署名運動をやるということをお話を聞いたので、じゃあちょっとお邪魔して、合わせてご家族の懇談会とか、やろうということなんですけど、決めたのは何しろ1週間前でですね、時間がなくて、であとちょっとご病気の方なんかもらえて、ちょっと家族の懇談会はちゃんとできなかったんですが、今回いずれにしても一番中心にしようと思っていたことが、この渡辺秀子さんと高兄弟のことでありました。でこの事件は高兄弟について警察の方が拉致には間違いないという警察断定という、これは2人だけなんですけども、それをやっているケースです。で政府の方では他の拉致被害者、認定の拉致被害者と同じように扱うと言ってるんですけども、どう考えても扱いが違うということで、これもう一回ですね、みんなに知ってもらう必要があるというふうに思いました。でこの事件というのはこの帯広にも住んでおられた渡辺秀子さんが、工作員、北朝鮮、在日朝鮮人なんですが、北朝鮮の工作員コーデギという男性と知り合って結婚し、そして2人の子供を設けると。でコーデギは本国への召喚命令が出て、家族に何も伝えずに本国へ帰ってしまったと。でそれを探して、東京でですね、あちらこちらへ行った渡辺秀子さんを、そのコーデギが、専務という形になっていたユニバーストレーディングという会社がありますが、その会社、要は工作機関のダミー会社だったんですけども、そこでですね、このことを、発覚するのはまずいということで、3人を拘束して、そして、子ども2人はもうこれは分かってるんですが、昭和48年に、福井県の小浜市の小小津海岸というところからですね、船に乗せて北朝鮮へ連れ去ったと。でこれはもうそこまで連れてきた人まで含めてみんな分かっている事件です。でそれがあって警察はこれは拉致と断定をしていると。で渡辺秀子さんについても殺害されたという情報もあったんですけども、結局これはいくら調べても裏が取れない。でやはり北に拉致をされたのではないかという説がありまして、私たち特定失踪者問題調査会としては拉致の疑いが濃厚な人ということでですね、扱っているところでございます。このユニバーストレーディングっていう会社が本当になんかすごい怪しい会社で、実はこの事件と全く関係がないんですが、昭和51年にですね、失踪した福留紀美子さん、この方は高知県の出身ですが、東京で警備会社に勤めてた時に、このユニバーストレーディングがある同じフロアの4階だったと思いますが、そこの受付をやってたと。で彼女はモンゴルへ行きたいという夢を持っていて、
で、それを何かネタにして、外国へ出国させられたのではないかと。で、結果的に北朝鮮に行ってですね、淀号ハイジャック事件という昭和45年にあった事件の犯人の一人、岡本武史と結婚をします。で、それもやがてですね、2人とも事故で死んだというようなことに一応なっているんですけども、まあ、あの最終的な消息はちょっと分かりません。 で、 あの、まあ、でもこの福留さんの事件とユニバーストレーディングが絡んでいることも間違いないというふうに思われます。まあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、あまりにも複雑すぎてですね、私もちゃんと覚えきれない、というのが正直なところです。で、このコーデイという人は結局ですね、北朝鮮に行くわけですけども、もともと朝鮮総連のナンバー2だった金平職という人の腹心だったんですね。まあ、かなり優秀な人だったんだと思います。で、腹心だったために逆に北朝鮮に戻ってから身辺が危なくなりまして、で収容所に入れられたというふうに、まあ、言われています。で、まあ、その後結局消息が、まあ、ないと。で、私たちとしてもなんとかこの渡辺秀子さんと高兄弟のことについて政府がもっと動いてもらいたいということで、やってきてるんですけども、まあ、今のところ動きはあんまり十分だとはとても思えないということです。まあ、今回のことはもともとここでもう一回世論喚起という意味がありましたので、改めて、このことを少しでも多くの方に知っていただいて、で、世論を盛り上げるためにご協力いただきたいというふうに思っております。で、合わせてこの北海道は帯広で言えば、昭和40年に西平亀さん、42年に祖父徹子さんと、調査会の公開のリストでも2人が市内でいなくなっていると。それから昭和60年に釧路でいなくなった今夜よしこさんというのは、高校がこの帯広の高校に通っていたということでですね、ここにかこの帯広十勝地方に関係のある方というのは何人もいますので、改めてそのことをですね、知っていただければというふうに思います。以上です。それでですね、まあ、本日ですね、渡辺秀子さんの妹さんであります鳥見恵子さんにお越しいただいて、そして署名活動も一緒にですね、ご参加いただきまして、暑い中ですね、本当にお疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどアレクセスの方からですね、概要についてですね、はい、お話しいただいたところでございますけれども、はい、鳥見さんの方からも一言お話しいただければと思います。はい、本日は本当にありがとうございます。お暑い中ありがとうございます。改めて荒木さんの荒木代表の話を聞きまして、何かもう本当にまだこの3人がまだ元気でいるような気持ちになりました。特に子どもたちはまだ本当に私の子どもたちと同じぐらいの年齢なので元気でいると思いますけど、やはり私は姉に年齢を重ねるたびに姉との会話をしたくて、いろんな話がしたいです。本当に会えるもんなら今すぐにでも会いたいです。きっともしかしたら3人で一緒に暮らしてるかもわかんないと考えたり、もう本当いろんなことを考えました。だからぜひ皆様のお力を借りて、この拉致問題は風化させたくない。ぜひ私が命ある限りできれば姉に会いたいんです。会わせてください。皆さんのお力が私の力にもなります。どうぞよろしくお願いいたします。大変なところどうも本当に一言お話しされましてありがとうございました。先ほども前段にお話ししましたけども、なぜか北海道が、渡辺秀子さんですね、はじめ皆さん都道府県別で特定失踪者といわれる数ですね、非常に多いと、一番都道府県別で多いということで、まあ、これも含めてですね、まあ、やっぱりいろんな構造的な課題とか
その当時のですね、いろんな状況があったんだと思うんですけども、改めてですね、そういった、北海道全体も含めて荒木先生がこれやっぱりどうしてこういった形になったのかっていうのをちょっとお話しいただきたいと思います。北海道で特にやっぱり怪しいっていうのは昭和42年というのは一つのキーポイントなんですね。このうちのパンフレットでも昭和42年のところを見ていただきますと、ここに出ている方々の中で北海道でない人は2人だけです。日高信夫さんと坂本さんだったかな、坂本秀明さん、のお二人は東京と確か大阪なんですけども、それ以外はみんな北海道です。でこの頃北海道では若い女性、祖父さんもそうなんですけども、相次いで、いなくなるという事件が起きております。で一つ考えられるのはロシアの工作機関の要は下請けみたいなことを北朝鮮がやったんではないかと。で、北海道って当時はもう冷戦時代で、ソ連との、こう一応正面、一番正面だったかな、いろんな情報が欲しいと。しかしロシア人が入ってきたらすぐ分かっちゃうんで、そういう意味で言うと朝鮮人の方がはるかに使い勝手が良かったということはあったんではないかと。でその親分であった金平職から小出義が指示を受けて最初に行けと言われたのは北海道だったということなんですよね。その場所が十勝なのかオホーツクの方なのかちょっと分かんないんですけど、どっちかに行けというふうに言われたと。やっぱりそういうふうな意味で非常に重視をされていた場所だったのではないかと。つまりということは拠点が結構あったんだろうと。であとはどさんこの道民性でやっぱり炭鉱があり漁師町がありというで、風土ですから、どさんこって大体よそ者に対して警戒心があんまりないですね。だから知らない人がこう町にいてもあんまりそれほどこう不思議に思わないっていうところがあって、それもだから工作員としては基盤を作るのには非常に使いやすかったんじゃないかなという感じがします。そういうものがいろいろこう重なって、でその工作活動をやってますというその証拠としてという意味も含めて、人を連れてってしまうということがあったんじゃないかと。何しろともかく北海道広いですし、海岸線がものすごく長いし、過疎地が多いですからね、出入りするのにはもうこんな楽なところはないだろうというふうに思います。そういう中で結果的にその北海道の失踪者が一番多いという結果になったのではないかなと思います。道民性というのもさっきお話しありましたけど、確かにですね、多分、他の全国の都道府県の中でもですね、ある意味では東京とかもそうかもしれませんけど、北海道もそういう意味では、あまりよそ者という言い方変ですけどもね、特にそんな違和感を感じないでいるところもありますし、特に漁師町とかだったらいろんな方が働きに端末できたりとかですね、そういったのもあるから、ある意味名前さえもわからないで、それも深く追求しないでやってたりであるとか、そういった風土っていうのがやっぱり一番大きかったってことですよね。そういう意味ではですね、いろんな諸々の事情が重なって都道府県別で一番多いということでございますので、また引き続きですね、私もまたご覧になって皆さんもですね、一緒になってですね、解決のために頑張ってまいりたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。